次に田中康夫君。はい、田中君。国民新党新党日本の田中康夫です。国民の生命と財産を守る、これは国家の政治の根幹ですし、外交の根幹ですし、これぞ安全保障かと思います。この観点に立って、まず竹島は当然日本の領土であると、このように考えてよろしいございますね。現場浩一郎外務大臣。当然我が国固有の領土でございます。ありがとうございます。田中君。はい。1月24日 の、 あの外交演説でもですね、竹島問題は一朝一夕に解決する問題ではないが、韓国側に対し受け入れられないものについては受け入れられないとしっかり伝え、粘り強く対応していくと現場さんもおっしゃっております。まあ、あの竹島はもう皆様ご存知でありましょうが、あの、まあ、日比谷公園程度の大きさの島でございまして、まあ、あの2つの男島、女島というのがあって、あとはまあ37の岩礁でございます。断崖絶壁で人が住んでいるわけではございませんが、この具体的に受け入れられないものというものは何なのか、そして竹島奪還に向けてどのようにですね、対応されていくのか、このあたりをお聞かせください。現場外務大臣。まあ、受け入れられないものということについてでございますけれども、まあ、今回外交演説にですね、私があえて、竹島の問題に触れたというのは、大平外相の時以来だというふうに承知をしています。それは昨今のですね、韓国の閣僚等がですね、竹島を訪問する、あるいは竹島に対して構築物を建造する、まあ、そういう動きがある。そういったことはやはり我が国の立場と相入れないものでありますから、そういったことについてしっかりと対応していかなければならないという意味で、ああいった演説をしたということでございます。田中君。ありがとうございます。昨年の8月11日に、自由民主党の新藤義孝さん、稲田朋美さん、佐藤正久さんがですね、まあ、うつ領島、これは人口1万人もいる島で人が住んでいる場所と、ここに入国をしようという形で行かれたときに、これは大韓民国建国以来の措置でですね、出入国管理法のテロリスト条項を適用されて、この3名が入国できなかったということがありました。で、なんでこの2人は入国しようとしたかといえば、これは愉快犯などではないわけであります。今大臣からもお話があったようにですね、 3.11 以降、まあ、この8月の1日までの間に5ヶ月間で6人の大臣、7人の国会議員がですね、韓国の方が上陸をされたと。で、一方で1日にですね、彼らがまあ少なくとも空港に到着して以降ですね、8月12日に国会のですね、特別委員会の視察が中止されたと。14日と15日はハンナラ党の代表と民主党の代表の、いわゆる竹島 A のですね、上陸も中止されたと。で、8月10日のファッションショー、なんでファッションショーやるのかよく分かりませんが、9月3日と10月15日のこの音楽会も中止をされたと。おそらくこれは天候を理由に中止したと言ってますが、おそらくこの3名の方のですね、勇気ある行動の成果なのではないかと思います。で、こうした中、野田さんが10月19日と20日に、首相として訪韓をされました。この両首脳会談においては、当然この竹島問題、歴史問題には触れられたということでよろしいございますね。野田佳彦内閣総理大臣。私がソウルをお尋ねしての日韓首脳会談の際にはですね、日韓の間には困難な問題があることを伝え、その上でこうした問題が日韓関係全体に悪影響を及ぼさないようにお互いに大局的見地から努力しようという旨の発言をさせていただきました。田中君。韓国での報道、まあ、日本でもですね、野田さんが日韓の障害となっている懸案は努力をもって乗り越えられると信じているという、まあ、発言をされたということが報じられています。で、ところが韓国ではですね、イ・ミョンバク大統領が韓日両国間の懸案はこれまで以上に野田首相が誠意を持って積極的に臨むことを期待するというですね、いわば要求のようなコメントが出て、これが韓国で報道されているわけですね。ところが外務省の首脳会談ペーパーではですね、この部分が抜け落ちているのではないかと。
でよって日本でも報道がですね、歴史問題について互いに気を使い言及がなかったと、両首脳により日韓の未来関係が確認されたとなっているわけです。でこの1週間後にはですね、なんと竹島の桟橋、まあ、今はあの300トンくらいの小さな船が停泊できる、こういう場所にですね、5000トン級の旅客船が接岸可能な堤防を設けるんだということをですね、韓国の文化財省、そしてその韓国の国土海洋省が宣言をして、これはあの連合ニュースという、まあ、日本で言えばあの共同通信のようなところが大々的に報じたと。で翌その後28日にはファッションショーを開催して、なぜ島でやるのか、人がいないのに、コンサートも開催されたと。もちろんあの日本政府もこれに対してはですね、再三あの、中止を申し入れてんですが、残念ながらその韓国の外交通商部は対応する、価値がない旨の発言をしていると。でましてやその韓国の事務次官はですね、まあ、韓国ではなぜかあの竹島を独土と呼んでいるようでございますが、歴史的、地理的、国際法的に私たちの領土と、日本政府が関与する問題ではないと、これも連合ニュースがですね、報じているという形であります。で私は孫子の兵法ではありませんがですね、敵を知り、己を知らなければですね、安全保障ということ、国民の領土の問題というのはあの進行しないのではないかと思います。パネルをお願いいたします。これはあの私のまあ尊敬するあの孫崎ウケルさんという外務省の国際情報局長、そして防衛大学校の教授を務められた方のものでございます。韓国側の主張、敵を知るということで言いますと、まあ、その三国志紀という最古の文書とか、高麗史とか、世尊実録とか、新蔵統合東国予知小覧とかですね、この辺でまあ当然まあ自分たちのもんだと言ってると。でまあ、林紙幣、ご存知のように林紙幣はその海防、海上の防衛の必要性を説いた海国兵団の人物でありますが、まあ、この人がそのなぜか、朝鮮国の色の黄色で表示しちゃっていたと。でずっとまあ行きますが、実はあの国立公文書館に所蔵されている太政官司令の中でもですね、その旨の記載があるので、日本陸軍や日本海軍がですね、このように朝鮮領土であると、松島と書いてございますが、これはあの今の竹島を言うわけで、まあ、テレコの あのような具合になっています。で一番大きな問題はこの2008年の7月にアメリカの連邦政府の機関である地名委員会が韓国領と記載したと。でこれはまあ政権交代前なんでございますが、残念ながらこの時にまあ当時の政権の官房長官は、日本政府としては特別なアクションを起こす考えはないと、米国の新たな判断に期待すると言ってしまって、でそれに対してまあ会見で聞かれますと、首相が抗議を行う意思についてはないと、逆になぜ必要なのかと述べたと。日本の政府が政権交代前にもこのように述べていたと。まあ、私はあのこの時はまだ小泉純一郎さんが国会議員でいらっしゃいますから、なんでブッシュさんに電話をしてですね、プレスリーのモノマネまでしたのにけしからんと言わなかったのかという気がいたしますが、続いてあの去年の12月18日の日韓首脳会談がございました。でこの時もあの共同通信がですね、その場においては竹島問題を取り上げなかったのはなぜですかと首相にお聞きしたところ、野田さんがこれは外務大臣と役割分担しているからというふうに述べたというふうになっています。でこれなぜ首脳会談でこの竹島問題というですね、安全保障を取り上げなかったのか、優先順位が低いのか、役割分担と言いますが、これはまさに国家の最高指導者がですね、私はあの意見が韓国側と違うときにきちんと述べるべきだったかと思います。この点もお聞きをしたいと思いますが、あの同時にですね、今一番問題なのはこの私どもの国会にも領土に関する委員会というのがないと、あるいはない、いや北方領土はあるかもしれません、しかし北方領土とついているわけでして、これは限定的な名称でございましょう。そしてまたあの政府にも内閣府に北方対策本部というものはあるかと思います。しかしあの私はやはり安全保障ということをこのように議論するのであればですね、領土を扱うセクションというものをきちんとですね、設けるということが必要ではないかと思います。この点に関してぜひ野田さんからですね、あの美しい日本を守るという観点からですね、即断即決でぜひそのような名称を変更したですね、包括的な組織を設けるというご答弁をいただければ大変私は嬉しく思いますが。野田内閣総理大臣。
まず昨年の12月18日京都における日韓首脳会談の際についてのお尋ねがございましたけれども、私とイ・ミョンバク大統領が会談をする前に直前でありますけれども、現場外務大臣と青瓦台外交安保首席秘書官との会談がございました。でこの時に現場大臣から竹島問題に関する我が国の基本的な立場に基づき、ちょうど韓国の国会議員が竹島訪問をしようという時だったものですから、その中止等を厳しく要求をさせていただいております。でその後に大統領との会談がございましたから、私の方はその前のソウルでお会いした時と同じように、日韓の間には困難な問題があるけれども全体に悪影響が及ぼさないようにお互いに努力しようという旨の発言をしているということでございます。市場国会の委員会、それからまさに領土領海をしっかり守っていくということはこれはやらなければなりません。そのために政府としてどうすべきかということは検討させていただきますが、国会の中の位置づけはこれは国会の中でご議論いただきたいというふうに思います。田中君。もちろん国会のこと、しかし内閣府に北方対策本部という名称なわけです。私はこれは領土問題総本部とかですね、そうした形にするということが四方海に囲まれている国としてこれは当然だと思いますが、もう一度お願いをいたします。野田内閣総理大臣。北方の問題に対するですね、問題これいろんな問題あります。やっぱりそれはそれためのセクションが必要だというふうに思います。でも今委員からご提案がありましたから検討させていただきたいと思います。田中君。ぜひですね、これに関しては領土の本部というものを設けていただきたいと私は思います。続いて私どものこのまさに国破れて三がありと言いますけれども、国民が疲弊してしまってはこれは三ががあっても国家でなくなると、これは安全保障すら語れないということであります。一昨日 の15日に朝日新聞の一面に今国民的関心事となっている休眠口座の有効活用ということが載り、また一昨日成長ファイナンス推進会議とまさに国民の国内安全保障の観点から有効活用しようという会議が開かれました。共同議長の古川元久さんにその戦略と戦術をまずお聞かせください。古川担当大臣。お答えいたします。先日の成長ファイナンス推進会議では、成長マネーの円滑な供給のための方策といたしまして、資金供給源の拡大、仲介支援機能の強化、そして海外市場との関係の強化について、具体的方策の検討並びに実現に向けて、取り組みを進めていくところとしたところであります。その中で、資金供給源の拡大の方策の一つとして、有給資産の活用も具体的に検討していくことといたしました。私、現在の日本というのは、お金がないわけじゃなくて、お金がうまく活用されてない状況と認識をいたしております。体に例えますと、血の巡りが悪くなっていると。ですから、血の巡りを良くしていくということによってですね、企業や経済活動が活力を取り戻し、成長していくことにつながっていくというふうに考えております。そういった意味では、この休眠預金というのはですね、言ってみればあんまり活用されてない損資金の一つだというふうに思っています。また、現在、これ、休眠預金は一定の場合に、金融機関の収益に計上されているというふうに承知をいたしております。従いまして、今後、成長ファイナンス推進会議のもとにですね、大臣政務官級の実行会議を設置して、具体的な検討を進めていくことにしております。国民の皆さんの預金を勝手に、取り上げて使っちゃうみたいな、そういう誤解もあるようですが、そうではなくて、これはイギリスなんかでもやっておりますが、やるためには当然法改正、法律整備してですね、また預金者の皆さん方から請求があれば当然そこは返還をしていくと。その中で、具体的にさまざまなハードルあるかもしれませんが、問題を挙げつらってできないということじゃなくて、どうしたらできるかと、そういう視点でですね、今後、国民の皆様方ともしっかり議論を交わしながらですね、具体的な方策について検討してまいりたいというふうに考えております。大臣、余分ですが、この問題については田中議員は2度にわたって予算委員会で提言をされております。大変、田中議員から前からもお話をいただいているものも私もずっと聞いておりまして、何らかの方法でですね、そうしたことも検討できないかなというふうに思っておりました。そういった意味では議員からのご提言があったことも、こうした検討の発端になっているわけでございます。田中君。
まあ、あまり私褒められ慣れてないのでこそばゆい限りでございますが、2年前に私この休眠預金が10年経つと金融機関の不労所得になっているということで金融庁の方にその具体的データをと申し上げたときにまだ当時データの収集がなかったんですね。で、まあ、再三にわたってお願いを申し上げメガバンクに関してまあ毎年300億円くらいであろうということが分かってきたと。今回新聞にも報じられているようにこれにまあ他の地銀等あるいは老金や新金申請を入れて、まあ、900億円くらいだと。でもまだ現段階でもゆうちょ銀行と農協のデータというものが概算でも出てきてないということでぜひこれはお願いしたいと思いますが、私どもの亀井も金融担当大臣を務めている頃にからですね、私ども会派としてもちょうど1年半前に元気の出る日本再生という概算要求の要請書の中でですね、これを社会政策を実施する元手とすべきと申し上げ、まあ、私も代表質問や予算委員会で5回ほど述べました。ところがまあこの先ほどの記事の中にはだが銀行業界はもともとは顧客のお金だと国が使うのはおかしいと反発してるんですけど、私はこれおかしいのはですね、全国銀行協会なんじゃないかと思うんですね。だって休眠口座は国民のものなんですよ。でも彼らはですね、今休眠口座は銀行のものと言ってるんですよ。しかもこのおかしいのはですね、ご存知のように都合15年間にわたって法人税も法人事業税も1円も三菱 UFJ、みずほ、三井住友のファイナンスグループ、またりそな、中央、三井のですね、グループも納めていないわけですから。で、去年だけはですね、なぜか2418億円納めたというデータがございますが、しかし、これも去年だけで、1995年3月期から2010年の3月期までは1円も納めてないと。まあ、国会議員の給料も高いと言われておりますが、それをはるかに上回る役員の報酬だと。ですからまあこれは外形標準課税というのが必要だと申し上げてきたんですが、これは今日の話ではございません。でなぜこういうことを金融機関が言ってるかというと、最後にお金を出し入れした日から10年以上放置された預金のうち預金者と連絡が取れないものとを休眠口座に分類、この睡眠預金については利益金として計上するとして差し支えないと、その一社団法人に過ぎない全国銀行協会の内規で決めてると。でこれを右へ習いで全ての金融機関がですね、不労所得化しているわけでございます。まあ、中には憲法29条の財産権はという方がいますが、これはマイルもポイントも自動的には失効するわけであります。で、まあ、ここの見出しにあったようなその復興に活用というスーッとですね、国民は方便と感じちゃうかと思います。基金の繰り入れというのもこれは官僚の天下り先ができてシロアリがたがってアブのように消えてしまいます。ですから私はこれはノーベル平和賞をもらったですね、ムハマド・ユヌス氏のグラミン銀行のようなマイクロクレジットとして意欲のある地域のですね、復興振興のための NPO であったり、こうしたところに用いるべきかと思いますが、残念なのは昨日も全国銀行協会長の長安勝則さんが東京三菱 UFJ の頭取でございますが、睡眠預金はフィクションだとおっしゃったんです。意味はよく分かりません。で憲法上の財産権だからそんなことしていいのってますけど、これは憲法12条というところをぜひお読みいただきたい。銀行協会の方に、憲法が国民に保障する自由及び権利は乱用してはならないと、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任があると書いてあるわけです。ですから日本財団会長の笹川洋平さんも先日の産経新聞の正論でですね、逆に休眠口座は独身時代に納めた1万円以下の小口口座が多いが、一方で大口の加盟預金口座もたくさんあると言ってます。でこの長安さんは、いやイギリスに比べると日本には口座が10倍あるから大変ってこと、イギリスは日本の人口の半分ですから、まさにこれこそですね、へそくりで誰も家族がわからない口座があるということの証かと思います。ぜひ古川さんも宣言されましたから、野田さんもですね、ネバーギブイン不退転の決意でですね、この休眠口座というものをシロアリがたかる基金繰り入れでなくですね、グラミン銀行を見習ってですね、実行するという決意をですね、ぜひお聞かせをいただきたいと思います。質問時間が過ぎましたので、答弁なしになる。9分。はい。ありがとうございます。これにて田中君の質疑は終了いたしました。